ガーシーやっぱ帰ってくるかどうか躊躇してるっぽいですよね。陳謝が8日に決定した。で、僕の気持ちは9割帰りたい。帰国せぬ可能性について心境を語るだそうです。僕はでも最初から帰ってこないと思ってますけどね。絶対嘘だろうなと思ってて。ガーシーはインターネットの動画投稿サイトで著名人を中傷したなどして名誉毀損などの疑いで警視庁から任意の事情聴取を求められている。この日ガーシーは帰国した場合に旅券の返納命令が下される可能性などを懸念し、自身のインスタグラムで手の打ちようがないわとなったら逃げたって言われるかもわからないけど帰国しないです、でも僕の気持ちは9割帰りたいと思っていますなどと語ったと。帰りたいのはずっと帰りたいんじゃないですか。でも逮捕されるからとかなんかいろいろあって帰れないんでしょ。逮捕されるからっていうのでずっと帰れないんですよね。それはもう最初から変わってなくないですかね。仮に陳謝を拒んだ場合は懲罰委員会で最も重い議員の身分を失う除名が検討されている見通しで、また陳謝文に自らの主張や弁明を加えた場合も処分が検討される可能性が多いと。だからただ読むだけっていうことですよ。あとなんかこれ僕いいなと思ってるのが歳費カットっていうのが出てるんですね。案がね、これは維新ですね。国会にいつも出席しない NHK 党のガーシー参議院に対する懲罰が決まる中、立憲民主党と日本維新の会が、国会を欠席した議員の歳費を一部不支給するための改正案を共同提出しました。これいいんじゃないですか。これ早めにやった方がいいですよね。立憲民主党と日本維新の会が提出した改正案では、正当な理由なく国会に長期期間欠席し懲罰を科せられた議員について、その歳費のうち、4割を不支給にするという。4割じゃなくて全部でいいんじゃないですか。全カットでいいじゃないですか。これは去年夏に置かれた参議院で当選したものを一度も国会に出席しなかったため、懲罰の処分が決まったガーシー参議院の念頭に置いたものです。参議院によりますとガーシー氏に対してこれまでおよそ1800万円が支給される。これが腹立たしいんですよ。金払ってなければ何ともないんですよ。別に勝手にすればってなるけど。国民の税金から金払われてるっていうのはどうしても下せないんですよね。こればっかりはね。これはこれだけはもう我慢できないですよ。しかもろくなことしてないじゃないですか。それにお金払っててね、芸能人の暴露するのに国から金出すってどういう意味って思いますけどね。これですかね。帰ってこないっていう理由がね、ドタキャンはあり得る。日本で貼り付けにされたくない。未だに帰国に二の足を踏んでいるガーシー、パスポートの強制召し上げで再び海外に渡航できなくなる可能性があるからという。ガーシーが最も心配しているのは日本から出国できなくなること。通常、旅券の返納命令が出るのは逮捕状が出ている場合とされるが、高橋弁護士は、警察や議会対応がありえない方向でスピーディーで動いている。まさかということをしてくる可能性があると指摘した。いや、していいんじゃないですか、別に。した方がいいんじゃないですか。だって、じゃないともう逃げまくるでしょ。あらゆる方向で包囲網をかけないとダメじゃないですかね。国家権力の意のままに旅券を扱えるとなれば、ガーシーが危惧するように帰国した途端に逮捕状が出ていない段階で何かの理由をつけられ、旅券が無効とされる可能性は十分にある。ガーシーはパスポートを止めて日本から出れなくした上で、ゆっくりと真綿を締めるように逮捕するのでは、常識を覆すだけの圧力がかかっている。逮捕や旅券返納命令が出ない、保証が、確証が取れないと日本には帰りたくないのが本音と、どうしたと。どんだけビビリなんですかね。悪いことしてるからそうなるわけじゃないですか。8日の参院本会が陳謝の場となる予定だが、ガーシーはギリギリに判断するとして、場合によってはドタキャン回り得る状況だ。でもドタキャンしたらドタキャンしたでね、今度逮捕状出ますよね。議員は辞職でしょうから、除名でしょうから、と同時に逮捕状出て、それもまたパスポートが、無効ですよね。と不法滞在になりますよね。いずれにせよね、事情聴取を受けなきゃいけない、もしくはまあ逮捕ですね、逮捕されるでしょうから、それが早いか遅いかなんだから、早い方がいいじゃないですか。何をそんなに逃げ回ってんですかねと思います。ルフィのね、事件とかって警察も忙しいのかななんていうふうに思ってたんですけど、だからまあガーシーのちょっと遅れてんのかななんて思ったんですけど、最近青森の女性警察官がタクシーでね、ボコボコにされた人をね、微罪にしたらどうだっていうのをね、どっちかっていうと微罪にしろ的な感じでやってるので、今
揉めてますよね。あのかなり炎上してる。警察っていうのが警察の信頼に関わるようなことをやらかした青森の女警察がいますけど、あれでね、警察の信頼を回復するっていうこともあるんでしょうから、いや、これは多分ガーシーの動きは早まるんじゃないかなと思いますよ。この高橋弁護士が言ってるように信じられないようなスピードで動いているってなってますが、いや、もっと信じられないスピードで動くと思いますよ。帰ってきたら帰ってきたで、ガーシーが帰るってなったら、僕即逮捕状を取る気がしますよ、警察は。あの、その3だももう3人と打ち合わせしてんじゃないですかね。逮捕状をしたら、じゃあ OK 出してくれますかっていうので、多分ささっと出して、すぐ裁判所にね、提出して、数時間でパッとやって、ガーシー逮捕っていう風になるでしょうから、まあ、日本に帰ってきた時点で僕は、まあ、任意の事情聴取、に応じなければ 100% 逮捕だと思いますけどね。もういずれにせよね、逮捕されるんですよ。だからもう早いか遅いかだけ腹くくればいいのになと思いますけどね。